サムライ塾のことです、こちらの動画ではですね、私のおすすめの図書を述べてます。はい、では行きましょう。新財務諸表論第3版で田中博史、で、税務経理協会としても見づらいですかね。はい、ということなんですけど、コメントしましょう。はい、こちらもね、あの学者さんの本なんですけどね、まあ、非常に分厚い本ではあるんですけど、文字はそんなにね、文字はそんなに、細かくないですから、ね、だからそんなにね、分量はいっぱいあるってわけじゃない本ですけどね。ただね、非常に読みやすいんですよね。で、会計理論がね、すっきりと書かれてますからね。だからある程度勉強進んで、まあ1級ぐらいまで勉強進んでね、まあちょっと、もうちょっとね、細かく見たいなと、もうちょっとしっかりと理解したいなって言った場合はね、辞書代わりにまたね、使うといいんじゃないでしょうかね。はい、では以上です。